これまで旧石器時代についてお話ししてきましたが、今回が最後のまとめです。なんと日本では旧石器時代に人は生きていなかったとされていました。しかし群馬の考古学者相沢忠弘さんが日本史の常識を覆す大発見をしたのです。旧石器時代の存在が初めて明らかにされた場所、それは群馬県みどり市にある岩宿遺跡です。それでは行ってみましょう。皆さん、はじめまして、こんにちは、こんばんは。歴史冒険家ひろきです。今日は福島を飛び出し、旧石器時代に欠かせない、そう、群馬県の岩宿遺跡に来ました。わざわざ来ましては、岩宿遺跡の紹介をしていきたいと思います。岩宿遺跡とは旧石器時代の遺跡のこと。この地層の中から旧石器時代の存在を証明する石器が見つかった。それは紛れもなく人の手で作られた石器だった。なぜ旧石器時代は存在しないとされていたのか。それは約1万年以上前の日本は一面火山灰に覆われ、寒冷化が進み、草木も生えず、動物や人も生きていけない死の世界と言われていた。しかし相沢忠弘さんの発見により、日本の歴史を遡るための大きな扉が開かれたのだった。相沢忠弘記念館へ行ってきました。館内には貴重な展示品がたくさんありました。おー、館長の相沢さんのお話、とても胸に刺さりました。当時の新聞や資料をたくさんいただいて、嬉しそうなマンモスです。なんと後日館長さんから手書きのメッセージ入りおはがきが届きました。やった。今回のまとめ、相沢忠弘が群馬の岩宿遺跡から黒曜石で作られた野生石器を発見した。旧石器時代は存在した。旧石器時代、とても楽しかったな。次はどんな時代に行こうかな。お楽しみに。